民生高等学校は、千葉県千葉市中央区に本校がある通信制の私立の高等学校である。また、東京都中野区に中野キャンパスがある。野球部をはじめ、千葉本校、中野キャンパスとも、e スポーツ部の活躍が著しい。近年、e スポーツ部は、全国高校 e スポーツ選手権大会にてベスト16、優秀な成績を収めている。2000年に、 千葉県初の私立通信制高校として開校。千葉市の本校のほか、東京都中野区に中野キャンパスを有している。通常の通信制である通信コース、単位制で通学型の全日コース、全日 IT コース、3日制コース、工術のサイバー学習国のサイトを利用する Web コースの4コースが設けられている。2014年には、 元日本ハムファイターズの藤崎大輔が野球部監督に就任。2017年により、元ロッテ高橋忠和が公式野球部の監督に就任。本校最寄り駅は JR 外房線本千葉駅、または京成電鉄千葉中央駅。2015年4月から導入されたシステムで、各々の生徒が自身のアバターを作り、バーチャル空間上の学校に通学するというもの。 実際の学校へ通学するのは年4回の集中スクーリングのみ。パーソナルコンピュータ以外にもスマートフォンやタブレットからも利用でき空き時間を利用した学習が可能である。アバターを介した生徒同士のコミュニケーションや学習によってたまるポイントでアイテムと交換することができる。ポイントは動画授業の閲覧やレポート提出、漢字練習アプリ、 計算問題アプリの利用などによって貯める。サイバー学習国のある Web コースの入学は全国各地から可能で、千葉本校以外に東京、大阪、福岡にスクーリング会場がある。ありがとうございます。